国連が任命した子どもの人権問題に関する専門家が、日本の女子学生の13%が援助交際を経験していると発言したことに対して、菅官房長官は到底受け入れられないと厳しく批判しました。13番手の数値、その情報源、根拠とも極めて不明確であります。我が国としては到底受け入れられるものではなく、ですね、不適切、不適当。 この専門家は国連の特別報告者として先月、児童売春などの状況を調べるため来日し記者会見で日本の女子学生の13%が援助交際を経験していると発言しましたこれに対し外務省は国連人権高等弁務官事務所に抗議し発言の撤回と13%という数字の根拠を示すよう求めています。 菅長官は国連側から、抗議の内容を本人に伝え、対応するよう要請すると回答があったことを明らかにしました。